地図アルマディーナ・アルムナワラ、または単にマディーナは、アラビア半島の都市で、真っ赤に次ぐイスラームの第二の聖地である。メディナとも言う。なお、マディーナは本来アラビア語で、街を意味する普通名詞であり、北、アフリカなどでは、旧市街の意味で用いられる。世界遺産のフェズのメディナ、同じく世界遺産のスースのメディナ、マラケシュのメディナなどが有名である。 マディーナ半島公海側のヒジャーツ地方に位置する。現在は、サウジアラビアのマディーナ州の州都で、人口は130万人ほどである。アラビア語で、預言者の街を意味するマディーナ・アンナビーの略。預言者、ムハンマドの墓を有する。預言者のモスクが、街の中心にあり、マッカと合わせて、二世とと称される。マッカの北約5 0 0トルの地にあって、ムハンマドの時代以前は名前を、 ヤズリブといい、アラブ人の二部族とユダヤ教徒の数部族が住む町であった。622年、真っ赤で迫害を受けていたムハンマドは、ヤズリブの部族間の調停を依頼されたのを機に、真っ赤を脱出し、ヤズリブに移住した。ムハンマドは、現在の預言者のモスクの場所に住居を置き、イスラム共同体の建設と真っ赤との戦いを指揮し、ここで亡くなった。こうして、 イスラム教の聖地となったメディナは、第四代カリフのアリーが、イラクのクーファに移るまで、初期のイスラム共同体の首都として機能した。また、この地には、イスラム教史上初のクバーモスクもある。詳細は、ディストラクション・オブ・アーリー・イスラミック・ヘリテージ・サイツを、参照2006年6月、アブドラ国王主導で、メディナ・ノーレッジ・エコノミック・シティプロジェクトが立ち上げられた、 マディーナ周辺の土壌は主に玄武岩でできている。航海から内陸 150km に位置し、海抜は 620m である。典型的な砂漠気候であり、非常に降水量が少なく乾燥する。夏は非常に高温であり、最高気温は摂氏45度、最低気温でも摂氏30度以上になる日も多い。雨は秋から春を、マディーナは周辺で、 夏目シが栽培されており、有名である、マディーナで起きた代表的な戦い、ありがとうございます。